ウォルフスブルクはドイツ連邦共和国の都市でニーダーザクセン州に属する。ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンの本社所在地であり、同社の企業城下町として発展した。都市名はドイツ語で狼の城、狼の方を意味しており、市場も城の上に立つ狼を描いたものである。フォルクスワーゲンの工場1938年、 フォルクスワーゲンを生産するために建設された自動車産業の計画都市で当初の使名は寒気立候団の車市であったが1945年5月8日の連合国軍による占領後近隣にあったシロホ・ボルフスブルクにちなんで改名された近隣の都市としては約 25km 南西にブラウンシュバイク 65km 南東にマクレブルク 7 5トル西にハノーファーが位置する。冷戦時代の1945年から1990年までは西ドイツに属した。かつては自動車産業だけの街で見るべきものはない場所とされていたが、1990年のドイツ最統一移動は自動車に関する博物館やアトラクションが増えて多くの観光客を集めるようになった。特に有名なものが フォルクスワーゲン工場も見学できる自動車のテーマパーク、アウトシタットで観光名所となっている。ゴルフスブルク駅1938年、ナチス政権下でこの街が建てられた時の人口は1144人で、あったが自動車産業、軍事産業で急速に発展した。第二次世界大戦中は強制収容所のユダヤ人やロシア人捕虜などが酷使され、 軍事物資の生産などに携わった。第二次世界大戦で荒廃したが、イギリス占領下で復興を果たし、囲碁フォルクスワーゲン社の発展と共に歩んでいる。2003年、フォルクスワーゲンが5代目ゴルフを発売した際には、期間限定で使命をゴルフスブルクと解消した。ありがとうございます。